チャンネル木曜日です総チェック。はい。木金総チェックでございます。ということで、今週もお送りしましょう。ね。えー、まずは、中日社ロッテから。 13日7対0中日、14日1対2でロッテということで、まあ一生いっぱい残部、今日ね、どうなるのか、今柳の投げ合いっていうところでね、まあお互い両チームね、いいところの戦いっていうか、まあ自分たちがやりたいことっていうところが、まあこのね、えー、1、2試合できてんじゃないのかなっていうところで、13日ね、7対0中日っていうところで、中日でバ高橋ね、9回125球、5番で93、29無失点、えー、初関東初コンプ ッナイスピッチ。ね。ま、あそれぞれどんどん押し込んでいって、まあ、スプリットっていうところで非常に良かったなと。ま、あでも変化球でかわそうとして、その変化球が甘くなると打たれるっていうところがあるから、ま、あこれからの投球もそうだけども、やっぱストレートにしっかり自信を持って、ストレート中心で攻めていくっていうところが、ま、あ基本大事かなっていうね。で、ロッテ先発大島。えー、7回1八8球、91で63、4、29無失、えー、6失点と。ね。で、ま、こう配球はね、ちょっと気になるっていうところで、まあ、 右左関係なくね、ちょっと外が多すぎっていうね。しかも、あの、右バッターに対してもっとインコースのストレート系使っていった方がいいなっていうところが、まあ、外のシュートチェンジアップ中心になってくるっていう中で、それが外がちょっと甘くなるとね、もうどんどん踏み込んでこられて、インコースを意識されないで打っていくっていう。まあ、左ピッチャーがインコース意識されないと、本当にもうただのピッチャーみたいなね、えー、感じになってくるから、もうちょっとインコースのストレートを、 ガンガン使っていくと、外のシュート、チェンジアップっていうのがさらに生きるから、ちょっと配球面がね、ここが気になるっていうね。えー、その中で、えー、ドラゴンズはね、えー、2回の裏、先頭で、ね、細川が悩んだ。で、ビシエードダブルプレイになって、あ、もうこれで終わりかな、なったところでね、えー、福永がライト前ヒット。で、盗塁先行して、木下がね、低めのチェンジアップをすくい上げて、レフト前っていうと、こういったところも、外中心になってくるから拾われるっていうところがね、俺はあると思うんだよね。で、この先生の一点っていうところはね、中日非常に大きかったからと。で、4回裏もね、 ワンナウトから細川フォアボール。デビシエドがね、えー、ツーベースを打ってワンナウトで2、3塁。で、福永がね、えー、初期のスライダー。レフト戦、ツーベースで2点っていうところでね。まあ、ここね、あの、イバスさんとテレビ愛知で解説してたんですけども、まあ、対福永に対しては、内に早く外にゆるくっていうところが、まあ、攻めの基本っていうところをね、まあ、イバスさんも言ってたんだけども、まあ、この日はね、外に早く内にゆるくっていうね、この福永に対しての攻め方が真逆を言ってそれを両方打たれるっていうね。 このまあ、あの、2回のところね、ライト前も外のストレートだったし、で、このね、4回の、福永のツーベースも初級ね、スライダーカット系が甘く入ってね、打ち込まれるっていうところで、真逆を言ってこのね、タイムリーっていうね。で、6回裏、ね、細川のツーラン、ビシエドのソロっていうところで、まあ台で、あ七対でま、あ完勝かなっていうね。で、まあ、ロッテはね、えー、6回表、ね、先頭か浮上か連続フォアボールでノーアウト1、2、ここがね、このま、このま、 この時まず3対0。ここが一気にね、ここまでのマリンズでズ攻め時っていうところで、俺はね、まだ終盤もあるから、バントもあるかなと思ったらね、ここで中村強行作4、6、3、ダブルプレイ、山口三 C、ジェンドっていうね。まあ、もうここだけだったかな。ほぼほぼ。こう、チャンスらしいチャンスはね。まあ、これはもうロッテとしては完敗でしょうっていうね。えー、中日はね、しっかり7点取って、高橋、ね、初カンプ。非常に素晴らしい戦いだったと思います。 えー、続いて14日、1対2でロッテっていうところで、ロッテ先発種市、5回3分の2、1九9 5安で9、3、4、1、9、1、点と、まあ、ストレートでしっかり押してフォークボールっていうね、種市自身の自分のピッチングっていうのはできたんじゃないでしょうか。 中日先発枠いね、6回9 3 9七で534292失点と、ま、制球も安定してて、非常に素晴らしいピッチング、シュート回転するボールも少なかったし、思ったところにね、どんどん投げ込んでいけたんじゃないのかっていうね。まあ、またしてもね、今回も援護なしっていうところでね、まあ、負け同習になったっていうところはね、2勝7敗、ちょっとね、ついてないっていうね。 で、まあ、この試合ね、えー、ロッテ、2回の表にね、えワンアウトから安田がツーベース打って、岡がね、タイムリーっていうところで、まあ、先制。ここは若干ね、甘く入ったっていうところあるけども、そこを見逃さずね、安田岡がね、非常にナイスバッティングっていうね。で、5回表、えー、先頭藤原がツーベース。これで、ね、ちょっとレフトセ、レフトね、ちょっとセンター寄りだったけど、普通レフト前ヒット。これを藤原が打ってからね、もう、全力疾走で、セカンドを狙っていって、セカンドセーフっていう、まあ、ほぼレフト前ヒットがツーベース。藤原、ナイスール。ね。 で、このツーベースになって、藤岡化がね、センターフライ。ここはね、なんとしても、新塁打打とうとね、手首返して頑張ってたけどね。まあ、センターフライっていうところで、もう、俺見てて思ったね。もう、こういう時は、もう無理やり引っ張らないで、も思い切って逆方向打つっていうのも、一つの手かなっていうね、この攻め方によっては。 っていうのも、セオリーには反するけど、まあ、ありな、ありなんじゃないのかなっていうところもあったし、あとは、あんなに無理やり、新塁打打ちに行くんだったら、そもそももう、バントで良かったじゃんっていうね、最初っから。ね。で、ここで、新塁できず。で、中村正ところってね、ツーアウト3塁になって、で、ここ山口が、えー、センター前タイムリーヒットで2点目っていうところで、まあ、ここはね、このね、ちょっと木下がね、考えすぎちゃうかっていうね、配球を。初級ね、インコース。 高めストレート空振り。で、2球目もインハイストレートファール。で、3球目もインハイ、3球目はね、アウトコースに外して。これをね、3、2ストライクせっかく追い込んでるのに、この3球目のね、ボールボールのストレート外。これ絶対いらなかった。それだったら4球目も、3球目ね、もう1回高め行った方がよかったよ。4球目目また高めに行くわけ。で、5球目に、まあ、進化系落として、ボールになって。で、6球目、アウトコースストレート。多分ね、 ここ変化球がもう一回打ちと見せかけて、一番ありえない外ストレートっていう、ちょっと裏の裏読んだと思うんだけど、裏の裏は表だったっていうね、山口はそんなことまで多分考えてなかったっていうところで、最後一番甘くなったところ、センター前っていうところで、もっとシンプルに、高め高め、もう外外さないでそのままもう一回高めいくとか、もう高めを意識させて落とすとかね、外スライダーとかね、枠いスライダー良かったからね、っていうところをもうちょっとシンプルに言ってたら、ここは打たれなかったんじゃないのかなっていうね、ちょっと考え 過ぎたねで、えー、6回裏、ね、えー、先頭、えー、中日は龍空がレフト前。で、代打石川ね、ここ三振っていうところで、まあ、状態悪くてね、今ベンチスタートになってるけども、もうボール2からストレート振らないんだよね。で、次なんかあのー、軽打みたいな感じで、新リーダーかなんか打とうとしたのかみたいなね、感じで、ね、で、最後見逃す三振っていうね、もっと振っていかなきゃ、三振してもいいから。 あんななんか軽打みたいなバッティング、誰も多分石川に対して望んでないと思うんだよね。で、触れないっていうところでね、もうかなり重症かなっていうところもあるんでね、もう何でもかんででもいいからね、1、さ3回振って帰ってこいぐらいの気持ちがね、今の石川には必要かなと。もしくはもう2軍っていうところがね、ちょっと必要なんじゃないのかなと思うね。 で、え、ツーアウト、ね、村松がライト前ヒット打って、ツーアウト一流になって、小林がね、粘って最後にインコースストレートをね、ツーストライクからね、ボール見逃しながら最後にインコースストレートをライト前に打って、まあ、1点ね、えー、もぎ取るっていうところだったけども、ま、あこのね、1点までっていうね。 で、中日はね、4回のロッテの攻撃ね、ワンアウトから、えー、安田岡、菅野がね、連続ヒットでワンアウト満塁になったけども、佐藤のファーストゴロ、種石ね、セカンドゴロっていうところで、ここね、よく踏ん張ったね。こうディフェンス面ね、枠井もそうだけどね、ピンチ作りながらもよく踏ん張ったっていうところもあるけども、援護なしっていうね。で、あとはそのね、あのー、7回のね、 あの、中日の攻撃。ワンダードからね、福永がセンター前ヒットで、ここダイソー、伊藤が出るんだけどね。その後、石橋がバンドするんだよね。で、リュークがサードゴールでアウトっていうね。で、俺もう一回福永ね、これ解説でも言ったんだけど、回ってくる可能性がある中、これ伊藤を通りとかいろいろバスターエントランとか作戦しないんだったら、ただの送りバンドだったら、福永そのままでもよかったんちゃうかっていうね。ここはちょっとね、俺の頭じゃちょっと理解、ちょっとしきれなかったね。 あの、夏の再配だったなっていうところはあるけどもね。まあ、結果ね、えー、今現状一勝一敗の五分っていう形でね、今日見間とね、えー、柳どうなるのかっていう戦いになります。えー、続いて、広島対楽天。13日3対6で楽天。14日4対3で広島さよなら勝ちということで、今現状一勝一敗の五分っていう中で、13日3対6で楽天。広島先発大瀬良ね、5回97球、9ンで4三四一4五5失点と、まあ、開きが早くね、この方の。で、ちょっと切れなくてね、緩い、全体的に。 で、自身4連敗でしょ。これかなり痛いね、大世羅で。で、楽天先発のりもとね、5回89、8安打4振無四球し失点と、まあ、あ大量援護もありなんとかっていうね、えー、ところでは、ま、あしのび切ったなと。この無四球っていうところがね、やっぱり一番大きかったかなっていうね。まあ、ランナー出すもね、ピンチ作るもなんとか粘り強くっていうね。で、まぁ、あ、ね、楽天は4回一気に連打でね、5点っていうところで、非常にね、この得点っていうところが、えー、大きかったかなと。 ま、あ妖怪ね。先頭ね、小深田。えー、センター前。で、オゴアウトになるけども、浅村レフト前で、岡島のね、こう、スリーランホームラン。ね。で、岡島スリーランホームラン打った後、まだ終わらず、鈴木大田がね、連続ヒット。で、ワンアウト一塁から山崎剛がタイムリーヒット。で、乗り三振するけども、辰巳がセンタータイムリーツーベースっていうところでね、ホームランで終わらず、ピッチャー挟んでもね、こうやって連打していくっていうのは非常にね、楽天としてはここまでなかなかなかった時にね、非常にいい点の取り方。ね。 で、広島もね、えー、5回の裏に、代打松山のタイムリー、で、菊池のギズエフライ、で、6回に、デビッドソンのタイムリーっていうところで、5対3まで追い上げるけどもね、追い上げるけども、この7回のね、えー、岡島のセンタータイムリーツーベースっていうところがね、えー、非常に、 大きかったかなっていうね。で、まあ、これで結構自演度っていうね。で、この試合はね、岡島が4打数2安打4打点1ホーマーっていうところで、非常にね、えー、素晴らしいっていうね。で、まあね、広島ね、追い上げるのもやっぱりね、ちょっと5点をちょっときつかったね。で、その中でね、6回ね、このデビッドソロのタイムリーの後、ノーアウト2塁。ね。で、ここで6番の間、ね。ボデボデのファーストゴロ。ね。タッチされそうになって、ちょっと回くぐっていってね、セーフかと思ったら3フィートアウトっていうね、ところで、 俺が調べた、調べた限りで言うと、ね、今回、審判の人に直接聞いてないんだけども、調べた限りで言うと、スリーフィートラインの、あの、外ね、ファーストの、ライン踏んでるのはセーフらしいのよ。間違ってたらごめんなさいね。俺が調べた感じで言うと、ライン踏ん、ラインを越えないと大丈夫らしいライン踏んでたら。俺は、俺が見た感じよ。映像の中で。 ライン踏んでるまでに収まってるよね。のま。ラインオーバーはしてないと思う、ね、正直。ってなったら、あれは、俺の見解では、3フィートアウトじゃないんじゃないのかな。っていうね。あれ、アウトだったら、きついよ。ほぼほぼだよ。結構、あれ、今後の物差しになるからね。あの、ライン踏んでたら、もう3フィートアウトになっちゃうからね。あの物差しで言うと。 1>, 1ミリでもスパイクが外に出てたらもうアウトなのか完全にラインオーバーじゃないと3フィートアウトじゃないのかここはちょっとね、まだ調べてないのに謎だから今後ちょっと調べとくけどね。ラインを踏んでたらセーフなんだったら、あれ踏んでるからね。でもあれが3フィートアウトだったら、今後あれが全部物差しになるからね。これはね、極めて重要なところやと思う。俺は3フィートじゃアウトじゃないと思う。アウトだったけどね。 ま、こだ審判の判定に従うけども、どうなんやろうっていうね。これは。俺だから言ってやん。前も。審判の前のやつでも、怪しいのはリクエストありにした方がいいのよ。そんなもう、意味わかんないじゃん。その前と後ろでリクエストあるとかないとかさ。前も、ありでいいやん。みんなすっきりするやん。その方がね。っていうような出来事、さっき解説でしたの ついで、14日、4対3で広島っていうところでね、えー、広島先発作り、7回102球、3安打6三振、無四球2失点。で、楽天先発田中マーん、6回98球、8安打1三振、2四球2失点。まあ、このね、両投手ね、非常に踏ん張ってゲーム、えー、作ったけどね。ま、あその中でね、えー、楽天は2回の表、ね、ね、えー、岡島のライトスタンドへホームランっていうところで絶好調。岡村。ね。 でもその後にね、広島は、デビットセレフト前。で、林アウトになるけども、矢野がね、しっかり粘ってフォアボール。で、栗が送りバンドを決めて、ツーアウトに三塁から菊池がね、レフトへタイムリーツーベースで2点ですぐ逆転っていうね。で、でもその後ね、4回表、ワンアウトからはね、楽天、オ郷ライト前。で、浅村がツーベース。で、ワンアウトに三塁になって、よし、ここで、岡島、一本もういくんちゃうかと思ったらね、若干詰まって。入れすぎだね。調子いいと入れすぎるからね。入れすぎてね、詰まって、えー、ファールフライ。ね。で、ツーアウトに三塁から。 えー、鈴木のね、セカンドゴロ、菊池がよく取って、投げて、ちょっと低かったけど、ノーパン、ファースト林が落とす、バットあれは取ろう。ノーパンだし、そう、低かったのよ。でもあれは取れるよ。普通に。で、これで、えー、同点になるっていうね。で、7回ぐらいにね、ピッチャー、マー君から安楽に変わって、先頭ね、大澤康介ね、えー、内野だ。で、菊池がね、えー、バントしたのなんと安楽がファーストへ悪送球ってね。 で、ノーアウト1、二から、ノーマがね、えレフトへ、勝ち越しのね、えタイムリーツーベース。で、ノーアウト二3、2からね、鈴木にピッチャー変わって、こっからね、秋山レフトフライ、え西川三振、で、坂倉三振っていうところで、鈴木、グッドリリーフ。ここでね、広島は、もう一点ね、えー、欲しかったかなっていうね。でも、この中にもよ、ね、あの、5回、ね、楽天中備ね、先頭菊池ショートで悩んだ、ね、ショート、山崎、ね、早急それて、鈴木大地の足が浮くっていうね、セーフパー。 悩んだだけど、エラー。と思ったらよ。その後、あの、ノーマル打球が、えー、三遊間に、ハーフライダーで飛んでいったのを、セカン、ショート山崎、ダイビング、後方ダイビングキャッチ、取ってて、でね、その時、菊池が、走っててね、ラインドヒットみたいな形で走ってたから、ダブルプレイ、山崎、グッと、ナイスプレイ、ミスを、スーパープレイ、取り返す。いいね、流れが。ね。まあ、そういったところも大事だからね、ミスは誰でもするからね、その時バッと言われるけども、グッとも言うからね、ああいったところでね、ピンチをね、しっかり防いでっていうプレイをね、 非常に、えー、素晴らしかったなと、えー、思います。ね、で、えー、このまま終わるかなと思ったらね、えー、9回、えー、矢崎ね、ワンアウトから浅村にレフトスタンドでフォークが落ちきらないで、ホームランで同点。お広島、終盤バタつくね、いつも。 8回もね、楽天に、えー、先頭ね、えー、たいにはセンター前ヒット。で、伊藤に送りバンド決められて、辰巳にフォアボール。で、代打フランコ。ここね、6、4、3、ダブルプレイ。取れたからよかったけどね。終盤バタつくね。で、同点になって、これどうなるのかっていうところで、9回裏ね、ピッチャー松井樹、先頭上本ね、センター前。で、菊池がり送りバンド決めて、ワンアウト二塁から、野間がライトへサイナルヒット。野間。ね。この試合、野間ね、えー、いいところで打って、しっかりね。 え、2番のま、五打数二安打二打点。一番九打、三打数三安打二打点っていうね。この1、2番がね、素晴らしい活躍っていうところもあるし、この一勝一敗ね。でも楽天もね、岡島の状態いいっていうところとね、ショートで山崎もね、そうやってミスしてもカバーしてるっていうね。ちょっとこのね、安楽のファーストパンと悪送球、これが一番ね、きつかったなっていうね。ま、あその中でもね、え、楽天はね、え、リリーフ、ね。 坂井がね、めちゃくちゃいい形で頑張ってるからね。そういった意味でもしっかり粘り強く戦えるんでね。こういう終盤大事な時にね、ミスを防いで、今日ね、どっちが勝ち越すのかっていうところがポイントですね。え、ついで、阪神対オリックス。えー、13日0対2でオリックス。14日8対3です。阪神。一生いっぱいのゴブです。はい。13日0対2でオリックス。オリックス先発山本。え、8回112球、2安打11三振、1球1ジェットボール無失点。 で、阪神先発村上、8回112球、4安で9三振、無四球、2失点、自責1位っていうところでね、まあこれね、もうほぼね、もう村上も今エース状態だからね、こう投げ合うっていう形でね、問題はね、4回よ、ね、オリックスの攻撃4回までえー、先頭でファースト大山エラー、ね、若干イレギュラーしたよ、若干イレギュラーしたけど、下から行ってたからボーンと胸当たって、あれピシッてここね、帰れるかどうか勝負っていうところでね、ハンブルエラー、ね、で、ワンノーアウト一塁から杉本センター前ヒット。 で、ノーアウト一三塁ね。胸が三塁に行って。で、えー、トングのあたりね。えー、サードゴロ。サード渡辺で、ね、セカンドへ悪送球っていうところで、満塁。あれ、まわ、あ、かんないけど、トングの足、あの角度、まあ、若干怪しかったけども、うまくいったらダブルプレイ取れたからね。そしたら虫っていけたかもわからない中、エラー二つでノーアウト満塁。で、中川がね、ライト前先制タイムブリーヒットっていうところでよ。またここでも問題起きるわけ。 ね。ノーアウト満塁。ね。で、えー、セカンドランナーが杉本。ね。ライト前ヒット。ね。で、ファーストランナートングがセカンドを回って三塁に向かう。さ、セカンドランナー杉本は三塁回ってストップ。で、トング挟まれてアウト。いや、嘘やろっていう。ノーアウト満塁。セカンドランナー杉本。まだ4回。ね。回るわけないやろ。よっぽどじゃない限り。ストップやろ、明らかに。トング。 これはやばいよ。これはダメだよ。勝ったからいいけどね。で、その後ワンアウトに三塁になって、ね、えー、ゴンダスのセカンドゴロ、ホーム杉本ね、タッチアウト。で、ツーアウトに三塁になって、ればい,いしね、ライトフライっていうところでね、村上はよく踏ん張った。これね、ミスもある中ね、まあ、トングがミスしたっていうね、ミスのお返しっていうところもあるけどもね、ここ追加点ね、えー、取られなかったっていうところは非常に大きかったかなっていうね。 その後ね、7回にゴンザレスにね、ライトスタンドへホームランを打たれてね、まあ2失点、まあ自責1っていうところではするけどね、まあ非常にね、えー、いい感じのピッチング、えー、できたんじゃないのかなと。まあ阪神はね、まあ2安打しか打ててないからね、まあちょっとこれはね、打つでなしっていうところと、まあそのね、7回裏、このね、2アウトから、あの、前カーデッドボール。 渡辺ね、ファーストゴロ、トングのね、ファンブレラー。これブロッキング言ってたけどね、いい感じでブロッキング。ね、彼で止めようとね、まあ、ああの、対応できずっていうところでね、その後2アウト1、塁から坂本のね、サードないやんだっていうところあるけども、ここね、胸ジャンプしてね、よく止めたけどね、で、すぐ取って、ファースト投げだけども、ワンパンね、ちょっとトングキャッチできずっていうところでね、この満塁になって、2アウト満塁でね、木南がショートゴロっていうところで、ここを踏ん張ったけどね、ま、あここ、ね、 この7回のチャンスっていうところと、阪神はね、9回、ピッチャーね、山崎総一郎に代わって、先頭ノイジーフォアボール。で、大山アウトになるけども、前側フォアボールっていうところで、ワンアウト12でね、代打佐藤セカンドゴロ。で、代打原口三振っていうところで、この7回9回のね、このチャンスね、相手のミス、フォアボールのね、こうチャンスを生かしてたらね、 うまくいけば延長っていうところもあったかもわかんないけどもちょっと生かしきれずというねで阪神はねちょっとエラーがね交流戦13でね断トツトップっていうね、えー、ところではちょっとねまたミスが増えてきたよっていうねところはちょっと今後の戦いね気になるねっていうねで14日ね8対3で阪神っていうところで阪神先発しね 二周期。六回九十四球、五安打三三四、二九、一デッドボール二失点と、まあ大量援護に恵まれて、スイスイスイーって言った感じだね。で、まあこれで十二球団からの勝利。グッナイス。ね。で、オリックス先発で、ね、えー、ソタ三回三分の二八十九、五安打五三四、二九、一デッドボール六失点という形で、もう、基本ね、横振りっていう感じだけども、それにしても、右肩が開くのが早すぎるって。で、請求苦しくなって、どんどん手投げ。もう、 手でコントロールしようとしてどんどん手投げしてどんどんフォームのバランス崩れていってでも崩れすぎっていうぐらい崩れて請求できなくなって交代ていうところなんでもうちょっと下半身主導で下半身も使いたいたよねもう上ばっかりで投げている感じだからねここら辺、ねホームのバランスもうちょっとねしっかりした方がいい球投げるからねちょっともったいないよね。 で、その中でね、オリックスはね、えー、初回、ツーアウト三塁から森がタイムリーヒットって先制して、いい流れ作るわけ、昨日からのね。で、その中で、阪神はね、4回裏、えー、あ、じゃあ、1回裏ね、一気に予定っていうところで、近本、えー、レフト前。中のフォアボール、ノイジーデッドボール。ノーアウト満塁から、大山がレフトへの犠牲フライン。で、三重説がね、えー、タイムリーヒット。で、ここで悪送球あって、もう悪送球ももう、あれは止めれないよ。止めたら、止めれるかもしれないけど、難しい。で、えー、サステルがね、レフトへタイムリーツーベースで4点。 でも、これを、オリックスがね、すぐ2回の表にね、ワンアウトで3塁から、ええー、広岡のね、まあ、内野ゴロの間に1点取って、まあ、追撃の姿勢見せるけどね、この4回の裏、ね、上のフォアボール、ね、木並み送りバント決めて2、23進するけども、近本がタイムリーツーベース。この近本のヒットツアーアウトからね、大きかったね。で、えー、中野フォアボール、で、ノイジータイムリーツーベースっていうところで3点取って7対2。まあ、これでもうね、勝負あったっていう感じかな。まあ、オリックスは7回表にね、広岡のタイムリー内野で1点、追加点取るけども、 まあ4回ね、宇田川が1軍に上がってきてね、どうなるのかっていうところで、大山明雪連続フォアボールで、で木南に2アウト13行からタイムリーヒットを打たれるっていうね、どうした宇田川大丈夫かっていうね、えー、ところではまあ8対3、ちょっとね、外にが荒れちゃったかなっていうところで、まあ、試合展開的には阪神の対象っていう形でね、まあ1勝一敗、今日どうなるのかっていう形ですね。 ついで、ヤクルトでソフトバンク。13日、1対5でソフトバンク。14日、2対3でソフトバンク。現在、ソフトバンクが2連勝中というところで、13日ね、えー、先発。 有原ソフトバンクね。6回92球、5アン二三234、191失点と。まあ、フォームはね、力感なく、しっかり腕だけはね、触れてて、バランスもいいし、ま、あ変化球低めに集めてるっていうところで非常にね、くッピっチっていうね。で、まあね、あの、100球目安っていうところで、6回92球はね、非常に球数も良かったし、いい形で投げれたんじゃないでしょうか。で、ヤクルト動画はね、先発。5回89球、8アン三三334、1試9失点と。ま、あ4回以外はね、ほぼ毎回ランナー脱毛も粘ってればって投げてたけども、ま、あ近藤のね、 まあ、ホームランでもう沈むっていう形で、まあ、ソードバンクはね、えー、中村、近藤、今宮の3発で圧倒っていうところでもうホームラン、ホームランでしか点取ってないんだけど、初回ね、中村が先頭打者ホームラン。で、5回にね、えー、ワンアウト1塁から今度のね、レフトスタンドへのツーランホームラン。 で7回にね、今宮がツーランホームランっていうね、形で、えー、ホームラン3発で5点っていうね。ヤクルトもね、えー、6回裏に青木のホームランね、一発っていうところになるけども、まあ7回以降はね、もう強力リリーフ陣がソードバンクが出てきてね、えー、つもり、大津大津なんでね、えー、完璧に抑え切るっていうところではもう逃げ切りかなっていうね。まあこの試合ね、えー、ヤクルト、えぇ、ー、6アンダーっていうところもあるけども、まあフォアボールでランナー出したり、なんとか粘ってっていうところはね、 あるんだけども、この2回の表ね、サンタナ、内山が連続ヒットでノーアウト1、2塁、中村送りバンドを決めて竹岡のショートフライね。まあこれね、次岡田だから、ここでどう2回ね、1点取ってればっていうところで、この2回の裏の攻撃っていうところはね、まあここ1点欲しかったなっていうところもあるし、7回裏も終わんないとからね、サンタナ、内山がね、連続ヒット出るけども、中村がね、4、6、3ダブルプレイだったりとかね、非常にね、前半のチャンスをね、つかべてれば、 もう少し、ね、あの試合の展開っていうのは変わったかもわかんないけどもちょっとねあの流れをつかみきれず一発攻勢にやられたかなっていうねでねでソードバンクの攻撃が、ね、の7回ね、ね今宮のツーランホームランが出るんだけども周トが代、ね、打の野村がえの悩んで出てでここで、ね、ダイソーシュート中村のレフトフライをタッチアップするっていうナ、ね、イスタッチアップでその後ね今宮ホームランというね形になるけどもあのタッきはライトフライタッチアップすごかったね。 サンタラもね、型いいからね、っていうところはあるけどもね。で、14日ね、2対3でソフトバンクっていうところで、もうこの試合もね、ホームランで圧倒っていうね、あのー、ところでもう、ヤクルトはここまでね、ちょっとホームランでやられてんなっていうね。で、まあ、ソフトバンクね、えー、先発東山、5回107球、9番で434、17球、2失点っていうところで、まあ、低く、で、高くてもコースっていうところをしっかり投げ切って、まあ、ホームラン、長打にならなかったことが勝ちにつながったっていうね。 で、ヤクルト先発高橋啓治ね、6回99九6アン七三734、193失点っていうね、えー、形で、東山より打たれてないからね、打たれてないけども、ね、ホームラン、長打2発に、沈むって。悪くないけども、沈む若干フォームの微調整はあるけども、っていうね、えー、ところで、ソートバンクはね、えー、2回表、えー、牧原センター前ヒット。 で、ま、先三振するけども、クリアがね、変化球抜けたところを高めに浮いたところをね、え、ライトスタンドへツーランホームラン。で、ヤクルトは、え、二回裏にね、え、中村センター前、オスナツーベース、ノーアウト二三塁から長岡ね、ライト前ヒット打って、ま、あ一点取るんだけども、で、ここでね、高橋啓治送りバンド。で、ワンアウト二三塁になって、山田のショートゴロ本塁アウト、内山アウトっていうところで、ここで一点ね。だからこの前2千年ヤクルトは、 超打がそんな出てないんだからね、これ続けていかなきゃいけないっていうところで、連打が出ないっていうところが痛いんだよね。で、そうこうしている間に3回の表、ね、今度は近藤がまたレフトスタンドよ、ホームランで。3対0っていうね。で、5回の裏ね、あの、内山ツーベース、青木村上アウトになるけども、サンタナがタイムリーヒット打って1点取り返すけども、まあ、3対2っていうね、1点差追いつかずっていうね。で、ヤクルトは1回、4回、5回、6回、6回ね、チャンスで1本出ずね、この5、追加点取れなかったのが痛かったよね。 あの、初回もツーアウト1塁からサンタナがね、ショートゴロっていうところもあるし、4回もね、オスダ長岡がヒット出るけども、高橋啓治ね、レフトフライね、この近藤ダイビングキャッチあれね、抜けてたらヤクルト勝ってたね。完全にね。ま、あこういったところのディフェンスで呼んやっぱったね、その後三振っていうところもあるしね。6回ね、ワンアウト一三塁チャンス作るけども、内山三振、青木セカンドゴロっていうね、このチャンスでね、1本出ないっていうね、 で、えー、ソートバンクはね、武田海のモイデルオスナっていうね、終盤に向きず、行くにつれて完璧にリリーフついて、シャットアウトっていうところでも落ちてらしい。さあ今日はね、チャンスで一本出るのかどうかっていうところがね、キーポイントだね。結果まだ2勝、ソートバンク。 ついで、DNA 対日本ハム。13日5対3で DNA、14日二対1で DNA、DNA の二連勝中っていうところはあるけどもね、13日5対3 DNA、DNA 先発今のはね、7回117球、9アンダ5三振、2四球、2失点と、まあ、ピンチも多く苦しい投球の中で、ま、あ二失点、コーリースタートは非常にね、グッね、えっと、まあ、投げる、打つっていうところでね、非常に貢献できたかなと。 で、日本ハム先発上原ね、4回69球、9アンダー23、無四球4チーってと、まあ、二刀流不発っていうね、で、味方のミスもあり、敗戦投手にっていうね、ところで、まあ、日本ハムはね、2回の表、松本、上川端、野村、連続ヒットで、ノーアウト満塁のビッグチャンス。で、この試合ね、8番にピッチャー上原を置いて、まあ、二刀流っていうところでね、で、ここで1、2、3、ダブルプレイ。 で、その後、コリがピッチャーゴローっていうところで、この得点チャンスを潰すっていうね。で、その後 DNA をね、えー、ツーアウトから、山戸レフト前、飛ばしたレフト前。で、9番、ピッチャー、今永。これがね、サードへの内安打で満塁。で、ツーアウト満塁から関根がね、ライトへタイムリーヒット。で、桑原がね、えー、連続でライトへタイムリーヒットっていうところで2て、この、ピッチャーの打撃でも、明暗。みたいなね。でもこれ、この、あのー、今永のサード内安打。 サードの村、ライナージャンプしてグラブ当ててるから、あれ取れるからね、そんな速くなかったからね。俺は取れたと思うんだよね。あれ取れたら0点だったのが取れなくてっていうね。う俺はこれはミスだと思うんだよね。で、えー、DNA はね、で4回裏、ね、ワンアウトから飛ばしら2ベース。で、今永がワンアウト2塁からね、セーフティー気味のね、送りバント。めちゃくちゃいいバントだった。ファースト、内アンダーになるんちゃうかっていうぐらいうまかった、セーフティー。で、2アウト3塁になって、関根がね、タイムリーヒット。で、 クワハラが、えー、タイムリーツーベースっていうね、もう根こそぎこの1、2番でツーアウトからでも、もう全部ランナー返すぜっていうね、これ4得で非常にね、責任クワハラ。クワハラ抹消されたのか痛いね、大丈夫なのか長くね、なんないのかっていうね。で、日本はね、えー、5回の表、加藤のワンアウト1、3塁からファーストゴロの間にね、えー、1点入れるんだけども、ね、このツーアウト2塁、ね、真ん中、ここで、ね、 長蛇でもっていうところでね、えー、セカンドランナー、マルティネス、牽制アウト、バット。いや、ないで、これは完全に。そういう行くムードでしかも万波だから、ね、ホームラン打つかもわかんないというところでね、これはちょっときついね。で日本ハもね、追い上げ届かずっていうね、えー、ところで、まあ、7回ね、えー、マルティネスのタイムリーツーベース、まあ、ミスをね取り返すっていうのは非常にいいバッティング。ね 9回、松本のレフトスタンドへホームランで5対3というところでね追い上げるんだけども結局、ねこちょっとしたミスっていうところがねまあ痛いよね、それが全部結局は失点につながっていって逆転しきれないっていうね。4回表もねえー日本ハンマ 2アウト1塁でチャンスくるけども、8番上原が三振っていうところで、この、のきみ前半ね、チャンスに上原のところに回ってきて、それ生かせない二刀流不発。逆に DNA がね、今永のバッティング、セーフティーバンドっていうところで、1、2番につなげて、関根、桑原がそれを返していくっていうね、完璧な流れ。まあ、あ投打において、今永がね、圧倒したっていうね、えー、ピッチング、えー、バッティングだったと思います。えー、ついで、14日、に対して DNA っていうところでね、えー この試合、DNA 先発バウアーね、9回113球3、3安打ダ12三振、1四球、1失点と、まあ高めにストレート、低めにナックルカーブっていうところで、これをまあかなり有効的に使えたなと。あと、日本ハム打線がそれに全く対応できずっていうところでね、バウアーがしっかり9回完投勝利っていうね。で、日本ハム先発カト、8回102球、7安打4三振、無四球、2失点と、まあこちらもね、緩急つけた素晴らしいピッチングっていう中でね、5回裏、DNA。 えの攻撃ね。え、ギがヒット。で、宮崎がね、ツーベース。で、ノーアートに3塁から外がね、え、ツーベース打って2点先制 DNA するんだけども、ここね、センター、マルチでネスね、あの、落下点入ってるように見えたけど、なんかぐちょぐちょして、で、フェンス際、ちょっとジャンプして、取れなかったんだけど、あれ、すぐもう、フェンスについて、待ってたら、俺、絶対取れたと思うんだよ。 そしたら最悪1失点で済んでたところを二失点になるっていうね。ま、あこの後ね、ノーアウト2塁から山とがレフト前ヒットで一三塁になるけどもね、1アウト13塁から伊藤のね、3ボール2ストライクになったから、ファーストランナーマとかね、自動的に走って、ショートライナーでとダブルプレイになって、バウアーね、ピッチャーゴールでアウトに乗ってこう、ここ加藤が踏ん張ったからね、よかったけどもね、一気にね、ビッグゲームっていうのあったからね、だからここのね、DNA 的にはね、3、2から伊藤のね、ライダーになってね、あの、 走らしてたっていうところがね、ちょっともったいなかったけどね。まあ、これは結果論だからね。仕方ないけども、ね。でもこれ1失点で済んでたのよ。だから、あるか、だから、まあ、そのね、マルチポジションってね、そのいろいろ守れたらね、それはもう、文句つけと,とこないし、それはいろんなとこ守れるのに、いいに越したことないけど、それでクオリティが低かったら意味ないからね。いろんなところを守らせても。っていうところで、このね、プレイっていうのは、しかも加藤が投げてるっていうところではね、えー、痛かったかなっていうところと、 二回のね、あの、表の攻撃、えー、日本ハムね、ワンアウトからマルチネスがフォアボール。で、野村がね、えー、センター深いところね、大飛球になるんだけども、これセンターね、エビナがよく取ったっていうのもあるけども、一塁ランナーマルチネスもうセカンドベース回ってんのよ。いや、もう落ちてからでいいじゃん。そんなに慌てていかなくても。で、結局、戻りきれなくてダブルプレイっていうね。この中ね、記録に現れないね、ミスが多すぎっていうね。で、えー、日本はね、7回表に。 真波のホームなんでね1点返すけれども結局、2対1でね d n a が勝ち越す勝ちきるっていうところでねで日本はもう、ね、いい選手もいっぱいいるしいい戦いもめっちゃできているし期待感もめっちゃ上がってるんだけど結局、こういうちょっとしたことのミスだったりとか判断ミスとかあのそういうマルポジションの中でねその前の試合もいきなりもう初回からセカンドとファースト入れ替えるとかバタバタした感じっていうところでそのやる方はね いろいろやって、その、お、これいいんじゃないのかって言ってね、それは何も、いろいろ考えてやってると思うわけ、やる方もね。でも、変えられる方もね、それやるけども、そういったところで、ちょっとしたところのね、ミスっていうところが、その、慣れないとかね、急遽っていうところで出てきてんじゃないのかなっていうね、だからもったいないんだよね。いいところいっぱいあるだけにね。 こういったところのちょっとしたミスけん制でアウトとかね飛び出してるとかね落下点入ってるのになんか微妙なところで球際弱いとかねこれは、ね、慣れ以外ないからね慣れてないというところとクオリティが低いというところになっちゃうからそういったところがね今後後半戦向けて日本ハムが、ね、上位に行くためにはそういったところが必要。いい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 選手がっっぱぱいいていいところいっぱいあるだけにね もったいないっていうようなね、戦いに見えましたね。でも DNA はね、ここしっかり、ちょっと宮崎がね、体調が心配なところだけど、出たらやっぱり打つからね、非常にいい形の戦い方になったんじゃないでしょうか。現状ね、2勝。今日の戦いは日本ハムがミスなく戦えるのかです。え続いて、巨人セーブ。 13日3対0で巨人。14日7対1で巨人。巨人現状2連勝中というところで、13日ね、3対0で巨人っていうところで、巨人先発メンですね。6回96球、4安打6三振29、2四球無失点と。まあ、まっすぐツーシーム、スライダー、チェンジアップ、カーブというね。まあ、球種が偏ることなく、まんべんなくね、投げれたっていうところでは非常にね、良かったと思うし。まあ、これまだ1回だけだからね、これは経過観察です。 次で、ね、どうなるのかっていうところをしっかり見ながらね、解説していきたいと思います。西武先発松本、6回1九9七7ア六三 63C、4三3失点と、まあ、あ悪くはなかったけども、みたいなね、あの、巨人が卒なくね、えー、着実に得点を重ねたかなっていうね、えー、中で、ジャイアンツはね、3回裏、ワンアウトから勝てないレフト前ヒット、で、ここで盗塁試みるもアウトになって、ここで終わるかなと思ったら、秋広がね、レフト前ヒット、で、岡本がね、かねレフトへ、タイムリーツーベースで1点先制。 4回の裏にもね、1アウトからマヌがバックスクリーンのホームランっていうね、バルーンの状態がかなり上がってきたね。やっぱりね、これがいいと思うよ、俺は。こう、じっとしといたらね、やっぱりですね、正から銅って難しいよ。どうからどうでいいのよ。ヒッチとか関係ないよ、腕だね。で、5回裏、ね、ワン、えカジタにレフト前ヒット、アキールフォアボール、岡本アウトになるけどもね、1アウト一三塁から大城がね、セーフティースクイズ成功っていうね。これ、3点目がね、非常に、えー、大きかったかなっていうね。 でまあ、3回のねこの岡本のねタイムリーツーベースこうレフト続きで、ね、スライディングキャッチ試みたんだけどもで届かなかったんだよ、ね、あで頭からいってたらワンチャン取れへんかったかって思うんだけどねまあ無理なのかな、分かんないこれ結果なんだからね頭からいってたらどうなんやっていうところは、ね、俺はちょっと思ったかなっていうねで西武はねもう連打もなくあのチャンスらしいチャンスがほぼなくまあ、8回だけ唯一。 ま、あ先頭ね、えぇ、ー、カリコがフォアボール。で、現田がツーベース打って、ノーアウトに三塁。ここでね、えー、鈴木翔平、えー、アウト。で、その先フォアボールでワンアウト満塁になるけども、巻きのダブルプレーっていうところでね、ここで無得点。まあ、ここだ、ここで一気にいけるかどうかっていうところがポイントだったけどね。まあ、PD がね、なんとか抑えな、あの、ピンチ作りながらもしっかり抑えきったっていうところでは、もう巨人のね、干渉っていう形かな。で、14日、7対1でね、巨人っていうところで、 えー、巨人先発、戸郷ね。6回116球並んで、七安六634、1 9一失点と。まあ、なかなか空振り取れずね、結構ファールでね、粘られるっていうところ多かってまあ、球数も多くなったかもっていうところもあるし、それをね、西武打線が仕留められないっていうところもね、まあ、あったけどね。で、西武先発、エンス。2回3分の七71球並んで、七安一1 3二1 9四失点と。もう状態だけでなんかね、投げてる感じ。で、切れもない。もうなんか、突っ立って。そんな感じがする。で、 ま、セーブの攻撃で言えば、ま、あこのね、ほんと、あの、2試合ね、まあ、チャンスらしいチャンスないけど、最後の一本も出てないんだけど、この1回3回5回、ここでね、ワンヒット出てればっていうところで、初回ね、先頭現田が、えー、センター前、で、岸がフォアボール、で、ノーアウト1塁になるんだけども、殿崎マキロン、長谷川とね、連続でアウトで1点取れず、ここで1点、ね、1本出て先制取れればっていうね、で、3回これね、1点取るんだけども、先頭エンスがね、ツーベース、レフトオーバーね、 で、現田が、えー、アウトになるけども、岸がね、えー、センター前ヒット。で、ワンアウト一三塁から、その先がライト前ヒットで、なおも4番牧のワンアウト一三塁から、えー、三審、長谷川ね、えー、アウトっていうところで、チャンスいかず、ここでもう一本出てもう一点取れればっていうね。で、5回にも、ね、 この時点で4対1なんだけども、1アウトから玄田騎士がね、連続ヒット、1アウト1、塁から殿崎牧野がアウトっていうところでね、1点しか取れずっていうね、このビッグチャンスの中でっていうね、最後一本出ず。で、ジャイアンツはね、えー、2回の裏に、えー、丸がライト前、で、中でフォアボール、で、大城送りバントを決めて、吉川フォアボール、で、ワンアウト満塁になって、ここでね、えー、が見事にね、スクイズを決めて1点っていうね、このもレンジャーのスクイズっていうところでね。で、 セーブはね、3回の表1点取るけど、同点になるけども、3回の裏にね、えー、2アウトから、岡本とかね、ホームラン。で、丸ライト前2ベース。で、中田タイムリーで、で、王将がね、レフト前タイムリーヒットっていうところで、ホームラン一発で終わらないで、2アウトから3得点っていうね。で、4対1。で、5回裏にも、えー、丸がね、えー、秋色のフォアボール、フォアボールっていうね、ピッチャー青山から、ね、連続フォアボールで、丸のレフト、タイムリーツーベース。で、ノーアウト2、3塁から中田、大城、吉川でね、 こうヒットが出ずこうね、もう追加点欲しかったなっていうね、もう思い切ってこのワンアウトにさめでて大城もスクイズしてらよかったみたいっていう感じ。で、8回裏もね。 岡本がタイムリーっていうね、えー、ところで、えー、2点を取ってね、もう7対1、まあ完勝っていうところでね、まあジャイアンツは四球も絡めながらね、連打でしっかり得点を取れたっていうところは大きかったし、まあ西武はね、ちょっとエンスがね、ちょっとあんまりピリッとしないなっていうところと、まあ結局最後ね、ワンヒット出ないっていうところで、まあ7対七1ね、まあ完勝っていうね、で、ここもね、またエンスをね、あの、交代、えー、っていうところでね、この3回ね、 お城にね、ワイルドピッチになって変えようと思ったらね、コーチが出ていってるからね、これもう帰れないっていうね、そのベンチのバタバタ感もダメだね。こういったところもね、なんか、だからこう負けんだよとかって言われるところになるから、こういったルールのこととかね、そのことはしっかり周知した上でね、やっていかないと、なんかもうベンチもバタついてるね。で、あとはね、レフトスタンドのファンの皆さん、働け働け金子はダメです。あの、はっきり言って。 絶対ダメですあのやっぱ個人攻撃は良くないよ。あのまあブーイングとかねはまあいいとも最悪ね。でも個人の名前を出してブーイングとか働け働けとかあのさ走れ走れ里崎のね盗塁まああれはギャグとして冗談で最悪まだいいけど働け働け金子はあのダメだよ。それだったらね あの、チームに対してとかね、なんとかなんとか誠意ブーとかね、なんとかなんとかライオンズとか、あと監督ね、なんとかなんとか監督とかね、あの、だったら俺はまだ最悪いいと思う。そのチームとしてとかね、そのチームの長としてっていうところでね、そういうなんか知った激励もいいけど、働き働き金子は知った激励じゃないもん。あの、それ、それでさ、あの、どう、選手がさ、ファンのために頑張ってますとかさ、 ファンの性能をかけてって思わんじゃん。普通に考えてね。だから、俺はね、その気持ちもわからんでもないけど、あれは絶対ダメやと思う。あの、そっから、じゃあ、金子がね、ファンサービス全部やめたとしても、文句言えないよ。ね。あの、本人が一番悔しいのはわかってることだからさ、あの、個人名出して、そういうのはね、絶対やめた方がいい。やるんだったらチーム。 さはい、さあ、ということでね、もう残り、えー、4試合、まあ雨で中止になったチームはね、せ、あの、楽天とかちょっとね、まだ多いけども、まあどうなるのか、なるのかっていうところでね、ジャイアンツセーブ、もうセーブは一本連打続かないからね、 もう一本出るかっていうところだから、まあ先発用だがね、なんとか頑張るしかないっていうね。まあジャイアンツはこのね、勢いのままどこまでいけるかっていうね。ヤクルト、ソフトバンク、もうヤクルトはね、ホームランバンバン打たれすぎだから、低め低めにね、しっかり投げていくっていうことを丁寧にしていくしかない。あとまあこの日再水スードからね、もう高めドーンって低めちゃーんと落として、もう力勝負だね。で、ソフトバンクはもう一発構成、この狭い位置にでね、どこまで長打で勝ち切れるかっていうところがポイントだね。あとバンド先発。よかったね、やっとだね。ここ、勝負どころだからね、しっかり頑張ってもらいたい。ね。 で、えー、DNA 対ね、日本ハム。もう日本ハムはね、密なく戦えるかよ。記録に残らない。走塁も含めてね。もうこれだけがポイント。鈴木が投げるっていうところでね。で、DNA はね、僕今のままの流れで、いい感じでね、あの、こう、打線の流れっていうのができてるからね。ちょっと桑原がね、いないっていうところも痛いけど、エミラもいい形で頑張ってるからね。 で、中日対ロッテっていうところで、もう中日はもう打てるかどうか打ったら勝つ。打てなきゃ負ける。もうこれだけ。ね。で、今もう排水の投球だね。この試合でどうなるのかっていうね。ところでは後半戦ね、自分の居場所を掴むためにかなり大事なね、え、ピッチング、投球なってくるんじゃないのかなっていうね。で、甲子園、え、阪神、オリックスっていうところで、ま、ここはね、山岡、自童だからもう、これ先発次第だね。どこまでしっかりピッチングできるかっていうところで、山岡も今年全く援護ないからね。どうなるのかっていうもう先発次第だね。 で、えー、広島対楽天っていうところで、まあ楽天先発正治ね、しっかりとしたストレートをまず基盤に投げれるのか、で、コリニエルがね、行ってこいっていうね、もう投げたらどうなるかわかんないっていうね、ところのパワーピッチャーじゃなくて、前回みたいにね、しっかりコース狙えて投げれて、もう低め決まれば無双するけどね、だから楽天、広島はコリニエル正治のね、ストレートの出来次第やと俺は思うね。というところで、今日のね、試合、まぁ、あ、もちろんね、明日も総チェック出しますから、ぜひチェックしてみてください。ということで、今日の総チェック、以上です。 Música